そうだ、ね、向井さ、うん、あの朝サミットでアンパン買ってでもアンパンとかちょうどいいかもね、なんか小腹に、まあ、そういう話じゃない向井裁判の最中中だからだから向井がだから今アンパン食ってますと、はいはいはい、唐揚げください、勝手にします、腹に節腹に、あと牛タンも一つで山賊、お会計問題は、いやもう山賊です、本当にわけわかんなくなっちゃってるじゃん、エクシ5600円、お腹いっぱい、いやお腹いっぱい、お腹いっぱい、あれ今ちょっと今言ったよな、言ったね今ね、そう今言った、言っちゃいけない、一番言った緊急、言っちゃいけない聞こえたけどね、はい、はい、いきます、お願いします、いや最高、団子坂はいいね、団子坂最高、団子坂いいな、ありがとう団子坂、団子坂いいよな、団子坂いいな、じゃあはいはい、恋バナ恋バナね、何なんで大恋愛違う社内に戻ってきたって、はい、もういいですよね、いいですね、でも運転中はね、あのいやいや向井に私も、はい、全然僕で、うん、だからマジで1万円ぐらいですね、全然もう1万円ぐらいですね、まあ、だ3000ずつでいいです、マジで、じゃあうん、それでも本当にしかめっつらみたいな、どういうことでそれになってますね今、それどう分かんないですよ、感情が読み取れない、払わない消した , 笑ってるよおいお前払えよいやじゃあそれも別に決めてもらっていいっすもん、それ3000ずつじゃなくて誰かが1万円まとめて払う、はいはいはい、でもいいし、それも3人で話し合ってもらって別にいいんですけど、じゃあ笑ったやつが払う、 OK、 あいいの、じゃあ今時間が12時39分、はい、じゃあ42分までに笑っ3人笑ったら3人で、お前さっき笑う、今の話ここから今笑ったじゃん、だそれでここからですよ、まだへぇって言った、言ってたよ、もう終わりよ、今急に回し始めた、終わった終わった、はい、じゃあ俺一番いい、ルールルールはふふふふってダメだよ、もう終わらない、一番ちょっと解消じゃん、何もしてねえのに、何もしてねえのに、まだ始まってない、始まって一番一番、じゃあ今今ね、うん、ふふふふってあ、終わった終わった、やめて、長田のそのフフフとかやめて、その誘われちゃうから、いやだから笑うやんじゃん、してねえんだよ、顔が笑って、ほら、あ上向いた、笑ってんだよ、そうそうだ、爆笑してるこれ1万年はい、おめでとう、はい、気持ちできた、え気持ちできた、スタート、じゃあちょこちょこだ。ずるいずるい。なんでなんでルール何？ルール2。ルール2。何今の？1飛ばしてた。わっ。わっ。くすぐるないなし。くすぐるないなし。絶対それは分かると思って言ってなかった。なんでルール1飛ばすの？じゃ笑ってる。何よ。ずっと笑ってる。マジで。負けだよ、負けだよ、笑ってるよ、いや、初スタートって言ってからもう10分、ずーっと笑ってる、10分か笑ってる、10分がずーっと笑ってるよ、くすぐんな、本当らしいしよ、まだやんそう、まだやん一人でやっぱ1万円はさ、いや、そういうゲームだったじゃん、笑ってて払うだったらもう、マリカゲームの意味ないじゃん、ね、そうだよ、マリカにするじゃん、なんで、いやいやダメだよ、お前が言い出したって一番笑ってるやつさ持ってた、持ってんじゃん、え怖っ、服に入ってたじゃんこれだから長田君と俺に、あはいはい、うん、はいはい、あのごちそうさまでした、なんか笑っちゃダメだと俺が弱いから、他のゲームなんか考えろ、じゃあ次の次の時、え1万渡したら何だなんで得しちゃうじゃん、決着ついた、何
じゃあ、この後、ね、この後勝負して負けたの。その払う前に、じゃあちょっとってまだ待ってくれってね、もう一回チャンスくれって言ったら、ね、すんなり出して戻すじゃん。いやいや、もういやいいよ。赤子強いけど、俺が強いのは何だろう、しりとり。あー、文字数増やしていくとかって。あー、なるほど。あ、いいじゃん。相当むずい。相当むずい。でも一旦やってみる。じゃあ俺からムーちゃん周りね。オッケー。一文字は大きい声入れてる。パン。へ。へ。へら。おお。だっこ。はい。コサック。くで5文字。はい。これは結構難易度あるよ。あ、富士山。どれどれ。あ、本当だ。本当だ。富士山。もう、知りとり。富士山。うん、言って。赤間さんダメ。もう、文字数もないし。文字やつ。あ、2万払って。2万払って。あ、笑ってる。3万。爆笑。4万払う。くで5文字。ちょっと待って。こう。くで。こうで探す。どうなってるの。もう。何なの、もう。口。車。おお。マドモアゼル。うわ。おお。ルール改正。おお。印刷用紙。7です。ダメです。印刷用紙。時間決めよう。他のメンバーが全員出しちゃったら負けとか。ああ。いや、それさ。まあ、それは負けかも。俺一個ある。俺もある。俺もある。え？異常気象。インダス文明。俺印刷会社。もう赤間さん出したらお酒。うわ、やべえ。ケン、出せ出せ、早く。イケメン天国。なんだよ、おばさんみたいな。確かに。焼肉屋のメニュー。え？いけ。イチボ？そんなね。わかった。ああだだ。石焼きビビンバ。はい。うわー。きた。歯で9。歯9か。歯9。歯で、じゃあ俺らも出せばいいの。歯9。浜松カラオケ。ダメでしょ。何言ってんの。浜松ファンが。何だよ、浜松カラオケ。阪急電車。狭間寛平様。楽屋に楽屋の。楽屋。阪神タイガース。お八丁味噌カツ。なんで、カツ足してない。長そう。ちょっと待って。長そう。八丁味噌カツ。八丁味噌カツ。ダメだろ。あと児玉さん出したらもう。行こう。あ、バハムートゼロ式。バハムートゼロ式。すごい。あの FF の技。ある。召喚。ファイナルファンタジー。わー。よっしゃ。ある。OK。木で十。究極殺法。強制破棄感。緊急出動。キンキキキキッズ。ちょっと多いな。巨大兄弟。恐竜絶滅。キャパシティオーバー。なんかの文章にさ、一文字ずつみんな足してってさ、増やしていくけど。じゃあ、車。車ね。4文字ね。車だ。車だね。そうだな、まあそうだ。車だね。車だね。だね。車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 だね。すいません、ダメだ。どうだ、どうだ、どうだ。いけそう。押さないかな。すごいゲームが。ないじゃん。もうないって。あるよ。ある。前に来てみ。前でもいい。途中でもいい。途中でもいい。あ、車だね。さあ、押さない。あ、車だね。あれ、車だね。あれ。あれだ。車だね。ああ。あれだよ車だねあれだよね車だねはいうかうかうかもう来たよもう来たよ後ろも通ってるからもう何よもう一回足せあれだよねすげえゲームできた変わってきたら同じ確かだね来てるんだよでも意味は変わってきてるなんかニュアンス変わってきてるなんかねストーリーが出てきたすごい山入ってきてあれ山道がこれはすごいよすごい超豪華すごいヘアピンだこれすごいよこれしかこれでもうすぐですよそうなんだうわすごいねここうわ大丈夫でもすごい軽いあそう全然軽いよアウトランダーすごいいやこれやっぱ EV すごいねここでやっぱこの
モーターのパワーがぐっと出てくる。あの楽しい本当に最高の旅でも俺なんか俺ちょっとこれ昔の赤羽さんがちょっと戻ってきたやっぱりなんか別に仕切ろうともしないし、あ確かに ね, かにね面白かったもんやっぱ赤羽さんのワードも、ね、確かにね綺麗だ。あそういえばさごめん仕切るといえばじゃないけど、あの純の言い間違いシリーズもう一個増えてます。だいぶ昔になんかカレーあラーメン屋が出すカレー、はい、みたいなので上りあって、うん、ラーメンとカレーってあって、うん、で村上がそれカメラ回ってる前で、うん、あカーレンだ行ったりとかカーレンだでもあいつ続けようとするんだ逃げるね。あカーレンだあ違うあとカレーのラーメンだこの間あの、ね、新潟の番組で、あのあ、すみません、宮本あの、ヤモニ、マジだよヤモ、そう、ヤモが幕張で、うん、お菓子買ってきて、そのお菓子を石井さんに、うん、あの、制作に石井さんに渡す、うん、あ、石井、ベビータス食べるだろかっこいい石井さん、ベビータス、ベビータス間違いしそうブルータス、お前も食すごい何あの岩え、すげえなんだここ何ここうわ、すごえ、すごこう何うわすげえここすげえ本当だ中国みたいなすげえあ、ここか地元屋さんあ、本当だ、放送とか書いてあるあはい、着きましたやったやったあれだ、これ外してるはい、着きました。イエーイ。めっちゃすごいとこだね。すごいね。で、こうちょっとご飯食べられるみたいなんで。おー。ちょっとご飯、行ってみようよ。本当行きましょうか。行きましょう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 。イエーイ。最高最高別の曲あるなんか分かんねえいや、ちょっと早く行こうよ早く行こうよ早く行きましょうよ行きたいよ行きたい行きましょういや感覚やからさあ、ということで橋本屋さんいやでもここなかなかたどり着けないよ。着けないね。うわあるじゃん。うわいいじゃん。相当鍋。牛丼か。牛丼。牛丼でも待って安っ。ザルそば。そうだね。えこういうところだったらお金取っていいじゃん。確かにもうねここに来ちゃったらね。まあまあ確かに。ここしかしかないんだから。イワナの塩焼き。うわあ。そう。あイワナだ。うわすごい。お邪魔します。すみません。いいですか。お邪魔します。お邪魔します。お得しょ。お得しょ。でもなんかみんなで一個カレー頼んでみんなでちょっとなんかシェア。シェアね。そうだね。シェアのマイスいいかもね。うん。ほうとうシェアでいいでしょ。ほうとうシェアしよう。え？ほうとうシェア？ほうとうは行こうよ。ほうとうは行こうでしょ。ほうとう一個いけちゃうんじゃない？いやほうとう鍋二個ぐらいでいいんじゃない？そうだね。なるね。うん。甲府鶏もつ煮とかも。うまそう。あいいですよ。あだったらもう個人で頼まずにもう。いわね。カレーパン。すごいね。なんでもちカレーパンでしょ。うまそう。イワナね。いいね。イワナも食べたい。うん、食べたい。でもカレーパン時間かかんじゃん。そうか。もう先に言っとく。四。イワナ四。四。五か五か。いや俺イワナ一は食えない。そう言ってるか。うん。俺これおかしいじゃん。でもイワナはでも俺はもっと食う。そんな魚がそんな。まあまあそうか。あれだから。まだいけんじゃない？5でいいんじゃないですか？いや、いろんな人。何聞いてんの？重っ。わー、すごい。すごい立派な。これじゃみんなで食べる。これは何なんですか？イワナの塩焼きです。
大きさを。いや、違う。すごいな。今、いや、今ずっとじゃん。いや、違う違う違う。今これ持ってきてもらったのはこれなん。あ、いや、大きさを。大きさをね。大きさを。偽物ってこと。サンプルじゃないですか。サンプルじゃないですか。食べれるやつ。食べれるやつ。今ね、すごい悩んでて。2匹にしましょうか。しとこか。1回。2だよね。すいません。はい。いやいや違う。圧が。それは何ですか。そんな言ってないです。それは。それは何ですか。それは何ですか。その言い方だ。カレーはいいね。カレーは。俺もねちょっと。カレーはお前。いやけどさ。いやカレー頼むんだったら。バーベキューあんだから。まあね。そうだよね。じゃあさ本当一だよね鍋一。ああそうしよっか。で鶏もつ煮。まあまあ全部一。あ全部一にしよっか。山梨でしょ。山梨。蕎麦とか作って。ああうまいよ。蕎麦はうまい。じゃあ。水がもう綺麗だから。ザル、トロのザル。そうそう。まあ、最悪その食ってくれるから。そう。あ、まあ、確かに。うん、ああ、うん。そう。レモンジュースみたいな。いやうまそう。山梨の。いやなブドウジュースあるの。ブドウもあるよ。うんブドウジュースみたいな。いただきます。いただきます。うま。うま。ね。ね。うわー。うま。濃い。ね、濃いね。濃い。ブドウ最強。ブドウだね。イバナナ。すごい。うわー美味しそう。うわ塩がすごいね。ま全く、ま、ちょっとだけ一口だけで。あれ食レポとかもやったんですか。やったけど何回かやったけど難しい。食レポじゃあやるやってみる。だからもう本当にもう素直が一番いい。このチャンネル別にそんな本来いらないけど。じゃあいただきます。イワナ。うん。うん。トモも食べて。早っ。早っ。お願い、お願い、お願い、トモも食べて。何にも言わない。マジ、すごい美味しい。いや、それをさ、すって言わないとさ、もう待ってらんないのよ。どう、トモ。どう？おいしい。キツネ、キツネ、キツネなんだ。キツネやってんの？キツネがやってる。キツネやってんの？キツネがやってる。もう、まるまる。でもさ、キツネと違うのさ、何流れるか本人もわかんない。こっちも怖い。いつか待ちこれやるんですよ。うん、おいしい。イワナマジうまい。うん、うん。別に味を加減して。あ、うまそう。うわー、うまい。え？それ甘い？え、じゃあ俺がこう組むんですね。合わせられます。あ、ガツンと言いやすい曲、うん、ちょっと言いやすいんです、うん、やってみ。うわ、すごい。肝ですかね、これ。いただきます。いつ言うおたらか、やめて。おい、合わせて。どこで止めてよ、止めてよ、どこで。どこで言う。いつ言う。てんてんてんみたいな、くんのかなと思ったら絶妙に本音言えないし乗せてくるし、BGM でもない。何が出るかって本当に分かる。分かんないよ。いや、これ危険だって持ち歩くの。確かに。確かに。いや、近場近すぎるよね。近場近すぎる。でも、すっげえおもろかったけど。めちゃくちゃ。いや、恐ろしい機械だよ。すごい。怖い。魔の機械。あ、おいしい。ほら、美味しいな、鶏もつ。うん。あー、美味しい。うん。マジで。ここまでで今何本、何本分になってるの？相当回し、相当いける気する。2時間ぐらい喋りっぱなし、うんうん、で、サービスエリアもあるでしょ、うん、で、まあ、自動車の紹介もあるでしょ、うん、それはさ、その2人の意見って毎回スタッフさんと会ってるのを見たら、うん、もしかしたらスタッフさんが、あの1本行くときにどこ掴んだ、もしか分かんないじゃん、これどこ掴んだ、それを2人が、ここで3本ってなったときに、うん、どこを言ってます？どこ言ってます？いや、わかんない。ここはすり合わせだ。いや、一応良きように使ってもらってます。でしょ？でもそんな切ってないですから。
へー、結構そのまんま使ったりして、だってさ、あれさ、俺一番最初に出た時さ、長田と向井とあの温泉行ったじゃん、うん、それで温泉行った後に外気浴するみたいな外気浴してる、でもあれはでも丸々使わないともう分かんない。そうだけど、確かに。だったら丸々書く。あれ、いや、いやテレビだったらね。テレビだったらもう確実に丸々書くんですよ。あれも使うの？あれ見れない。すごいね。うん、あれが見れるチャンネル。そう。あれはもうテレビで見れる。うわ。うわ正解じゃん。うわこれはありがとうございます。うわ最高。そうか、この付け付けでみんなで回してくるちょっとそうかまあこれはしょうがない、これはしょうがないね。じゃあ順番、俺は正直その最後やだよ、みんなの、みんなの箸がついたスケジュールで4人分のおじさんのスケジュール。じゃあ俺は箸変わってくるの、うん、俺は、ね、じゃんけんで順番決めよう。だから最初勝ったじゃんけん、はい、うわぁチャンピオンね、やっぱり取りがち、さすがだね。ごめんなさい、最初はグーじゃんけんぽい、おーい、最初はグーじゃんけんぽい、オッケー、チャンピオン、チャンピオン、いやこれはうまいな。うまい、うまいね、いやうまいね、ちょっとうまいね、おいしそう、うまそうに食うよ、好きな量食べていいからね、一口だったら、コシがすごいわ、はい、ちょっとつけて、あ、そう、マジでうまい、うまい、うん、水が美味しい、水がうまい、うん、いくね、いくんだよこいつ、俺もべっちょりつけてお前さぁ、うまいつけじゃなダイブさせるよね、全部つけてダイブさせるよな、わかるよ、俺もそうだけど、あー分散重量大切です、すごい、めっちゃうまい、マジでうまい、これさ、だお皿最後食べて、あの曲マジでマジで、いや、いけよ、100チャレンジしろよ、なになに、うん、うまい、あ、つゆもめっちゃうまい、つゆ、うん、今日のザルそばでございます。このザルそばめちゃくちゃ美味しいです。違うでしょ、天気予報じゃない、合ってる、すごい、すごいすごいすごい、すごい、マジで合ってた、めっちゃ怖い、これあ、いいよ、すごい、そば予報、マジですごい、そば予報、そば予報、そば予報だ、世界初渋滞情報みたいな、グラフィック、素晴らしい、グラフィックリポート超怖い、これ超怖い、一回行ってみもん、いや俺は今行けない、まだそばあるから、放送行ってみ、放送行ってみ、あ、いいね、うわー、うまそう、これは、うわー、美味しそう、一気に怖くなったね。そうだ、そういうパターン、そういうパターンだ。これ結構力量出るんだ。いやいや、そんなことはない。実力が試される。試される。あ、意外にそうなんだ。あ、すごいね。はい。
大したもんだよ。いや、運が、運があると思うんですよ、やっぱ。だいぶ運要素が。抽選だから。うまっ。本当、うまっ。うん。うわ。うまっ。めっちゃうまいよ。うまっ。うん。おいしいな。あ、うまっ。このかぼちゃのほんのり甘さがこう。すごくうめえ。あったまるな。あったまるな。あ、うまい。これ、富士山。あ、ナルトが。へえ。ナルトが富士山。なんで撮んないんですか。撮ってる、絶対撮ってくれてる。これか。あれかと思った。パンマイク、パンマイク。あ、全然食えていけるわ、本当。カレーもいけちゃうな、確かに。もう、はい、もう終わり、食事、はい、終わり、はい、終わりです。食事、食事、終わり、終わり、仕事やめて。もう撮っても意味ない。これ以上撮っても意味ない。うん、カメラ OK。 はい、カメラ OK。 リラックスしろ。マイク OK。 リラックスしろ。撮るな、撮るな。すごい景色が、うわぁ、うわ、綺麗。いや、もう最高やん、今日。絶景。うわぁ、これはすごい。これすげえな。これはパワーすごい。これ、よいよ、これ。えぐ、何あの富士山。綺麗。めっちゃ綺麗やん。幸せにしてください。向井を幸せにして、本当にお願いします。もう、もう何にも楽しくないです。やめよう。やめよう、やめよう。結婚。はい。赤い糸で結ばれた相手が、意外に、身近にいるでしょう。おお、ちょっとこう結婚してくれ。してくれ。グッド。